ははい皆さんこんこにちは今日は僕にしては珍しくですねシンセサイダー音源のシンセサイダーですねこれのお話をします僕は正直ですね今のプラグインのシンセサイダーというのにはとっても疎いですただし中学生の時に一番初めて買ったのはシンセサイダーのミッキーよしのさんに 憧れてですねモノフォニックのアナログシンセこれにハマった時期があったんですが最近のシンセサイダーというのには基礎知識がなかったもんでなかなか難しいそんな風に思いましたさて初心者の方はシンセサイダーをやろうと思ってもですねとっても複雑なパラメーターに挫折してしまうそして自分で 思うような音がなかなか作れない結局はプリセットに頼ってしまうそんな方も多いんではないかなそんな中でバイタルという有名な無料申請があります。かなり高機能でみんなにとても好評な申請らしいんですけれどもまあそれとてですね 僕もバイタルというのがあるなぐらいには分かってたんですが難しいという頭で全く興味も示しませんでしたしたかしこの画面の下半分に書いてますようにマイクロミュージックという便利なソフトがあってですねサンプルの音をソフトに与えると勝手にバイタルというシンセサイダーのプリセットを 作ってくれるという魔法で夢のようなことができるという素晴らしいソフトを大学生の方か何かがですね考えたということでちょっと興味を持ちましてやってみるとままあまあ簡簡簡単単簡単ですですから皆さんに「人生の苦手な村長がお伝えしよう」というふうに思って今日は動画を撮っています。 バイタルというシンセサイダーはどこにでもよくあるような波形とかそして ADSR というようなパラメータを入れたりしながらそして LFO とかでヒュナ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 音をですねこう揺らしてみたりとかそんなことができるごく一般的なシンセサイダーですそして 今日は初心者の皆さんにシンセサイダーが今日から使えるようになるという感じでですねチャット GPT に皆さんがシンセを使いこなして喜んでいる絵というのをですねちょっと作ってもらってですね話のネタにさせていただいていますじゃあそんなことで早速このソフトとかのお話を進めていきましょう まずは、このバイタルオーディオのバイタルというシンセサイダー。これをダウンロードしていただきます。概要欄に URL を貼っておきますので、ダウンロードしてください。もう持っている方もおられるかもわかりません。今日は話の主題はこれではありません。先ほども言いましたように、このマイクロミュージックというソフトがすごいんです。バイタル用のプリセットを自動で 作ってくれますので、ここのフリーダウンロードというところからダウンロードをしてください。ここを押したりすると、このようにダウンロードのボタンが出てきます。このようにどこにダウンロードをするんだというふうに出てきますので、ZIP ファイルかなり大きいです。3ギガぐらいあったかな。少しダウンロードに時間がかかりますけれども、ダウンロードをして、そして展開をしてください。 こちらのソフトは Mac ユーザーさんには恩恵がありません多分近いうちとかに Mac 版というのも出てくるかもわかりませんのでまあ興味を持って見ていただいたら幸いです僕はダウンロードしてありますので割愛をさせていただきますこちらのソフト少しですねセキュリティソフトからしたらウイルスのような扱いになるというようなことがあります でも、まあ、全世界的にすごく皆さんが使っているソフトなんで心配はないと思いますのでセキュリティのソフトをインストールするまで一旦切るもしくはそれでもウイルス的な扱いをする場合はですねどのウイルスソフトにも例外とか除外とかいうような機能があるのでですねこれを除外してもらってですねその後に セキュリティをオンにしてもらう、そのような順序が必要な方もおられます全員じゃないですがそういう方もおられますので適切な対処をしてくださいマイクロミュージックを解凍しましたらこのソフトはインストールとかは不必要なソフトになっていますですからダウンロードホルダーにそのまま置いておいたらですね 間違って消したりする場合もありますので適切なホルダーの方に移動をホルダー越ししていただくというのも大事かもわかりませんまあダウンロードホルダーのままで使ってはダメだということはないですけれどもご注意くださいそうしましてこのホルダーを開くと GUI というホルダーが出てきますのでそこをクリックするとこの画面になります そうしまして GUIEXE を起動しますそうしましたらこんな小さな画面のソフトが出てきますここで音をこのソフトに与えてあげるわけですドラッグは WAV ファイルというふうに一番上になっていますのでここに WAV ファイルを入れるんですけれども音ネタがどこから取ってくるかですけれども DAW で自分の声を録音する というのも一つですファン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 とかですねブーッとかそういうような音を録音してこれに与えるというのも一つです、まあ、今回はウェーブスのコスモスという音ネタソフトがありますのでそこから音ネタを取っていきましょうこのソフトが後ろに行かないように僕は Windows の最前面でポーズというソフトを入れてありますので ポーズキーを押すと、これが一番前で固定されるようになります。そこの中の音ネタからやってみましょう。コスモスを立ち上げます。ここに音ネタがあります。ちょっと聞いてみましょう。はい、こんな音とか ワンショット的なこの音で一度やってみましょう。この音をここからドラッグ、このようにすることもできます。そうするとファイルアップロードという風になりました。これ見えますでしょうか。今度はちょっとここのセッティングをお見せします。ここにですね、セッティングで10個サンプルを作れ、 というのから数をこのように選択できるようになっています。今回はまずは5つだけ作るようにしてみたいと思います。はい、ここはですね、AI を2つ持ってまして、アルファバージョンとベータバージョンというのがあります。もちろんアルファの方が安定はしているけれども、古いということになります。ここは触る必要もないでしょう。 あとは、ここは、ダーク。黒っぽいか白っぽいか。カラーの画面だけですね。これを選択することができます。ダークの方が見やすいですね。ここで、ホームで戻ります。そこで、どこに保存するかというのを設定します。ここで、ブラウズというのを押します。バイタルのソフトはですね、マイドキュメントの中の、バイタルの中の、ファクトリーの中の、 プリセットここにですね言えることに約束事と,となっていますここでこのホルダーの選択というので確定しますここにホルダーが入りましたそうしましてここでコンバートすればいいんですけれどもここにファイルが来ることをちょっと見ていただきましょうドキュメントの中のバイタルというようなホルダーがありますそこの中の ファクトリーという中のプリセット、ここに書き出すようになりますので、よく見ててください。ここでコンバートというボタンを押します。5つのファイルができるはずです。はい、今パッと出てきましたね。WA とつくものが5つできています。ここからここまでですね。このようにシンセサイダー用のプリセットが自動で、 作れるということですじゃあスタジオワンの方に戻りましょうここで音ネタを確認します上のプリセットのところを押すとプリセット画面に行きますはいここの中のファクトリーですが一度他のホルダーをこのように押してもう一度押し直しますはいこのようにですねここからここまでできていますねそうしましまて先ほどの音と 同じような音がなれば大成功ということで、まずゼロ番から鳴らしてみます。キーボードを弾きます。はい、次の候補。はい、先ほどよりちょっと柔らかめ。 はい、なんかノイズのようなものがヒゅルヒゅルと後ろで鳴っていますはいこれもちょっとですね高音のところにノイジーな音が含まれますはいこれもとっても優しい音ですね僕は デロ番と最後の4番というのがとっても気に入りましたここでですねじゃあこっからここまで消したいと思ってもシフト選択とかができないんです一個ずつこのように削除するしかないんですがでもこれはこちらの方のホルダーでですね消せばうまくなくなりますデロ番と4番残したいので ここから、ここですね。この3つを、もうレリートでゴミ箱に捨ててしまったら、こちらの方に来た時に、今はまだ残ってますが、ホルダーを一旦切り替えて、そしてまた戻します。はい、なくなってますね。そして、0番と4番だけ 優しめの方の音はいこんな風にちょっと音自身も小さいですけれどもこういう風に選ぶことができますですからちょっともう一度戻りましょう今はこんな波形ですそしてこうやってちょっとだけ微妙に変わりますよね僕のようにシンセサイザーに弱い人間でもですね 若干パラメーターを動かすはい、でもそんなにも大きく変わりませんよねですからここらをこうやって変えることでちょっとずつニュアンスが変えれますちょっとこの辺も変えてみましょうこんなような 微調整なら皆さんもそして僕もできるじゃないですかこういうことを試せばいいわけですそして先ほどもちょっと言いましたようにここにですねオーディオドラッグを作りまして入力ですねあああああああ、こういうふうにしておいて録音をしますちょっとやってみましょうねヒョンワン こんなような録音ができました。必要なところだけ切ってですね、もうちょっと大きくしておいて、そしてこんな感じにして書き出しをします。書き出しはミックスダウンでもいいですし、右クリックからイベントというのを選んでですね、そしてここに選択をエクスポートというのがあります。これも分かりやすいように。 ダウンロードホルダーに WAV ファイルで保存をしますそうしましたらダウンロードホルダーを開きますはいこのトラックに WAV というのですねこれをここにドラッグしますそうしましてここでコンバートを押します出来上がりましたこれがですね物によりきりで音が短い時 そういうよういよなな時なのか、ちょっと今のところ完全に把握はできていないんですが本来は5つできるはずが1個だけできましたねはいこういうこともあるんです研究不足でごめんなさい皆さんまたその理由とかが分かる人がいてたら教えてください何せこのようにプリセットが入りました d a w に戻りますそしてファクトリーをもう一度見直すと 多分これなんですが、日本語だからできなかったんでしょうね。これを一旦ちょっと消します。英語で保存をしたいと思います。TR2 というふうに押します。これでやってみましょう。そしてコンバートを押します。 それでも1個しかできませんでしたね。でもファイル名は出てくると思います。今度は出ましたね。これを選択します。どんな音になったか聞いてみてください。はい、僕の声がシンの声に変わりました。 たはずですよねちょっともう一度聞いてみましょう。ううこんなふうに言っていますねそれがシンセになるとはいこのようになったものをですね若干もうちょっとアタックをゆっくりにしようとか。 サスティン長めにしようとかこんなようなことそして波形をちょっといじってみるとかするとはいこのぐらいのことならシンセサイダーも簡単ですよね。クブリン音ができているということなんでこんな便利なことはありません。 これは素晴らしいソフトだと思います皆さんもチャレンジしてみてくださいいろんなダウンロードは概要欄に貼っておきますので是非とも見ていただいたらいいと思いますまた別件その AI の情報をいっぱい上げていますまたチャット GPT+, プラスの GPT 図これでとっても便利に歌詞を書いたりいい音楽ができる 無料のネタをですね、たくさん上げていますので、そちらの方も興味があればぜひ見てください。いろんな動画が、その a i だけでもう10本近く上がっていますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。